こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第155回2019年1月30日頃配信予定号です中根です155度目ましてインフォアクシアの植木です 最近、湯豆腐率高めのいずイずズイズです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます最近、湯豆腐率高いですね。いいですよ。白菜がたくさん食べれるので。白菜はいいよね。はい。うん、いいですよね。そうです。ということで、1月31日ですが。30日です。 そうですね。1月30日といえば、サザエさんの作者の長谷川町子さんのお誕生日でもあるんですが、うん、3分間の電話の日というのがあるんですよね。で、えっ、ー、と、この3分間の電話の日って何かというと、1970年、昭和45年の1月30日に、公衆電話からの市内電話の料金が3分10円ということで、 3分間の電話の日っていう名前だったんですって。なるほど。それまでは一つ、一通は10円だったんですって。時間無制限で、昔は。うん、それが時間制になったということらしいんですけど。ということで、まあ、公衆電話は最近見かけなくなりましたし、最近電話もしないんですけど、中根さん植木さん、最近電話の使用率とか、あと使い方とか、えー、回線とか、 いろいろと。2018年、19年、いかがですか中根さん。電話は本当に、トンと使わなくなりましたね。なんか、あの、歯医者の予約をするとか。うん、えー、おーい。あとなんだ、店の予約をするとか。うん。そういう時が多いぐらいかなぁ。あとタクシー呼ぶとか。うん。だ そうですよね。だなんか、個人のうちに電話をかけるっていうことが本当になくなったので、なんか今、今だ、なんか例えば誰かに電話しなきゃいけないとかなると、ちょっと緊張しそうですね。<laughs> 今ない、ないですよね今、個人の直接携帯とかの番号とか、うん。チャットとかですもんね。あのなん、なんて言うんでしょう、あの、相手のうちの、えっ、ー、と、本人じゃない人が出た時に、どう言ったら、はい えー、怪しまれずに本人に取り継いでもらえるかっていうのを、<laughs> あの、昔は考えてたもんですけれども、最近そんなこと考えずに電話できるじゃないですか。そうなんですよね。だから、すごい難しいですよね。今ってでも、そういう時、そういう場面ってあります最後にそういうことがあったのはもう、随分前ですね。思い出せる範囲ではね。<laughs> そうですよね。確かに、ないですよね。 ありがとうございます。植木さんいかがですかえーっと、新卒で入った入社した会社で、女性の上司が当時いて、その人から合コンをセッティングしてもらって、<laughs> その合コンでなんか僕のことを気に入ってくれたっていう女の子がいて、 その上司からその子の電話番号をもらい、うん、早速電話したのはいいんですが、下の名前をど忘れしてしまい、<laughs> <laughs> 子供あろうに出たのがお父さんで <laughs>、<laughs> あ、あの、えー、っと、 住宅展示場にお勤めのお嬢さんがいらっしゃると思うんですが <laughs> で本日がとえーっと,んーっとーあのややお,お会いしましてえー、お電話したんですがみたいな <laughs> 今考えるとよくもまあそんな無謀な電話がかけられたもんだということを思い出した2019年。 一月。今年の冬は暖かいぜ。ルルル<ー>ルールールあああ、すごい。そうですか。そ,すかそれは、ゴロウさんじゃなく、ホタルちゃん。僕は、いつの間にか、汚れてしまったわけで。 父さん、誰か早く止めてくれないかな <laughs> ゴールが、今年どころが見えてないんだ。<laughs> 父さん、今年もフラノの冬は寒いと思われ。だから早く止めてくれと思っているわけで。<laughs> まだ食ってるっしょ ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。電話ありますよね。というか、よくそれで、それ、あの、ドアスでしたっていうのは、かけた後にわかったんですかいや、確かね、時間的に、うん。ま、少なくともお父さん出ることはないだろうと。 ういうのとなんでしょうね今思うと <laughs> 血迷ったとしか思えない行動ですね <laughs> 若気の至りと言いますかんなんでしょうねはい勢いってすごいですよねはいまあもう少し賢ければお父さんの声が聞こえた瞬間ガチャってきたと思うんですけどですねえー、なぜか必死につないでもらおうとしましたね <laughs> かわいい。<laughs> まあ、そんな、そんな時代もあったよねってことです。あとですよね。はい。はい、とでございます。あの、私、電話、あのき、最近の電話は、まあんまりしないですけど、Facebook のメッセージの、メッセンジャーの電話か、LINE の電話うん。を使うことが多いかな。回線を使わず。 そういうことはありますね。あと、フェイスタイムとかね。そうですよね。ありますよね。とか、あるんですけど、あの、11月に私、引っ越しをした時に、引っ越し屋さんとか、不動産屋さんとか、ガス屋さんとか、いろんなところに、まあ、申し込み以外でも、で、申し込みは基本的にインターネットでやるんですけど、やっぱり何かしらの連絡とかで、電話を結構使うことがあってですね、 あの、先月の通話料めっちゃ高かったです。<laughs> 請求が。<laughs> なるほど。あれと思って。そう、なんかなんでこんな高いんだろうと思って、携帯屋さんに連絡したら、めっちゃ通話してますねって言われて。<laughs> あ、それか。っていうぐらい、やっぱ最近、あの、プランでも通話をあんまり、あの、通話を高いやつにして、ギガを増やすプランにしていたりとかしてたので、 結構罠が仕掛けられてんなっていうのに気づいた2019年1月です。ということで皆さんの電話のお話お待ちしてます。ます。はい、えー、では本題に入っていきますけれども、えーと、毎月2回目、いつもはゲストの方をお迎えしてるんですけど、ちょっと年度末が近づいてきてですね、あの、なかなか、あの、こんなものに付き合ってられないっていう方が、の方が多くなっている、昨今。えー、やむを得ず、 あの、今回は3人でお送りしたいと思いますけど、まあ、と言っても、ただ、えー、雑談をしていても仕方がない。えー、ということで、えー、先日、えー、1月の19日に開催しました、アクセルミートアップ、えー、014というイベントについて、えー、ちょっと振り返ってみると。で、これ、あのー、イベントの内容もそうなんですけどもね、ちょっとイベントで新たに挑戦したこととかもありますので、そういったことについてちょっと、えー、ご紹介しつつ、えー、まあ、なんでしょうね、次回以降につなげていけるような、 えー、そんな話ができればなというふうに思っています。ということで、まずあの、イベントそのものを簡単に、えー、おさらいしておきますけれども、あのー、内容としてはですね、えー、iOS ボイスオーバーについて徹底的に、えー、ご紹介するという内容でした、えー。で、参加してくださった方が全部で18名、えー、でした。で、えっ、ー、と、セッションとしては最初に植木さんにウェブを中心にその、えー 機械家族、マシンリーダブルということについて、どれぐらいですか、20分から30分ぐらいですかね、えー、お話ししていただいて、その後僕があの延々と iOS ボイスオーバーについて話すという、そういう内容でした。で、この内容については、過去にもやったことがある内容で、えー、とまあ最新の iOS のバージョンに対応したものにちょっと更新してあるというようなものですし、あと、iOS ボイスオーバーの使い方とか、そういったところに関しては、実はまあ、 調べ,れば調べてその気になればねあの、ネット上にいくらでも情報がある内容ではあるんですけれども、実際に使っているところをご覧いただきながらとか、えー、そういうようなことをしたりしました。ので、まあ、あの比較的、えー、参加してくださったか方からは、えーまああの、高評価と言っていいんでしょうかね、あのえー、肯定的な。 あの、感想とかをいただいていると。そういう内容でした。えっ、ー、と、まあ、じゃあちょっと、えっ、ー、と、実際にね、どんな感想をいただいているか、えっ、ー、と、少しだけご紹介してみたいと思いますけれども。じゃあ、いずいずから。あ、はい、わかりました。えー、例えばですね、あの、初めてアクセルミートアップに参加されたという方だからなんですけども、 ワークショップと座学のバランスが良くてしっかり理,理解できて良かったですっていう方であったり、あとはあのボイスオーバーは何度かチャレンジしたんですけど、いつも最初の選択実行の段階で挫折していて、ずっと放置してたという方がいらっしゃって、今回のワークショップでいろいろジェスチャーとかを知って概要を知ったので、ちょっと先に進めそうだっていうアンケートもありました。はい。そしてあとは、アクセルミートアップは前回に引き続き、 2回目の参加だっていう方が、このミートアップは、業務から離れてカジュアルにアクセシビリーと向き合える場だから、えー、また参加したいとかっていうご意見もいただいて、すごくや、今回は皆さん、割と楽しんでご参加いただけたようです。そうですね。で、まあ、あのーえー、参加してくださった方の中で、事後のアンケートに答えてくださった方の率も結構高かったですし、えー、っと、はい 否定的なコメントっていうのはほとんど多分なかったかなと。てか、僕はあの、はい、否定的なものを読んでもあのあの自分にとって都合の悪いものを忘れる悪い癖があるので、<laughs> 覚えてないかもしれないですけど、これは痛いっていうようなコメントは一応なかったような、そんな印象ですね。はい、そうですね。あとはあのもう一つ、ボイスオーバーの件でいくと、あの ボイスオーバー検証でそう読み上げには使っていたけども、入力をするとか、コピペとかをしたことがなかったので、そういった操作を知れてよかったっていう回答もいただきました。やっぱりまあその、ボイスオーバー読み上げのツールとして意識されている方多いと思うんですけれども、えー、っと実際の視覚障害当事者は、まあ、読み上げだけじゃなくって、あらゆる場面でその、えー、iPhone、iOS デバイスを活用する上で、 えー、使っているので、その実態みたいなところをね、えー、ご覧いただけたかなとは思いますね。ですね。やっぱりあの、ダイヤルじゃなくて何でしたっけローター。あ、ローター。<laughs> ローター、このくるくるくるっていうのは、なんか初めての方多かったみたいで、結構なんか、その感触みたいな音みたいなのに、割と皆さん、興味深かったみたいですよね。まあ、あのー、普通にボイスオーバー使わないで入れたら、絶対こう知ることのないゼッショだと思うので、<laughs> そうですよね、はい、画面回すってみたいな感じですもんね。うん、ああいうのって、いまさらですけど、中根さんはそのジェスチャーとかはどこで知ったんですかえもともとは多分アップルの公式情報でしょうねあそうなんですね。うん、もそれで、この情報でやってみて、あ本当だ、あるみたいな感じで。まあまあ、まあ、あのえっ、ー、と、まあ、アップルが言うんだからあるんだろうとは思ってるので、別にそんな驚きはないんですけれども、<laughs> な,なるほどなっていう、そういう、はい。 うん、感じだと。もう、でももう10年くらい前の話なので、うん、今やどこで何を知ったのかとか全然覚えてないですけど。あ、そうなんですね。はい。おおでも、このダイヤルっていうジェスチャーって、すごいですよね。操作感として。まあ、いいか悪いかちょっと議論の余地はありそうですけどね。あの、トークバックではこのジェスチャーないですからね。うん、あ、そうか。はい。そうなんですね。とトークバックを、 私はアンドロイダーなのでトークバックなんですけど、トークバックをオンにした瞬間に、あの、途方に暮れて、結局何もできないっ子なので、トークバックの操作のやり方を教えていただける方、お待ちしてますますま、あの、トークバックも取り上げてほしいっていう声は実はあるんですけれども、あの、 アンドロイドの場合はやっぱちょっとバージョンによって操作が違ったりとかいろいろあるので、あの iOS ほど事細かにやるのがちょっと難しいかなっていう感じはあって、あの、なんていうんでしょうね。全体像を掴んでいただくとか、えー、っと、あと基本的なコンセプトをご紹介するとか、そういうセッションはできるかなとは思っているので、まあちょっと今後考えていきたいなと思いますけれどもね。で、えー、っと、今回、その、 内容という意味では、先ほども申し上げましたけれども、以前にもやったことがあるものなので、あまり目新しいものではないというところなんですが、今回初めてやってみた試みとしては、あの、11月にゲストで来ていただいた青木さんが開発されている UD トークというアプリを使ってみようということで、これを徹底的に活用して、まあ、我々のイベントそのものを少しでもアクセシビリティを高くしてみようということを、 挑戦してみたわけですけどまずじゃあこの UD トークっていうのがどんなものなのかというのを簡単にじゃあ植木さんの方から説明していただいてもよろしいですかはいえー、まあ、UD トークはですね聴覚障害のある人とか、まあ、音声聞くことができない人のために発話内容を喋ってる内容を文字に変換して例えばセミナーであればスクリーンにそれを、まあ、サブスクリーンですね2つ目のスクリーンを用意してサブスクリーンにそれを 映したり、あるいは、参加者の皆さんの手元のスマホにアプリを落としてもらえば、自分のスマホでリアルタイムに字幕を見ることができるという機能です。で、従来、まあ、例えば、セミナーとか講演会で、聴覚障害がある人のための、まあえー、昔は情報保障っていう言葉を使ってましたけども、えー 例えば、聴覚障害のある人がセミナーに参加してますっていうときに、セミナー、まあ、開催する側としては、手話通訳の人をつけるか、えー、手話通訳だけではなく、リアルタイムの字幕を、まあ、サブスクリーンに出すということが求められてましたと。で、まあ、手話通訳もそうですし、それから、えー、そのリアルタイム字幕を出すっていうのは、昔は PC よ約筆記、パソコン要う筆記、 って呼んでいて、まあ、もちろん今でもまだ続いてるんですが、えーまあ、だいたい4人一組で、えー、パソコン、ノートパソコンをこうテーブルに置いて、で、答え答えで聞き取った内容をテキストで、キーボードでテキストでこう打ち込んで、打ち込んだやつが、えー、スクリーンに投影される。 っていう、まあ、仕組みなんです。まあ、アナログといえばアナログなものなんですが、それを UD トークは、音声認識技術を使ってやってしまおうということで、まあ、今までそのセミナーを僕も主催したり、いろいろ関わってきたりしましたけれども、ずっと心残りというか、引っかかっていたのが、その聴覚障害のある人への情報提供ということで、まあ、やっぱりその、パソコンよ約やく、 機とか、えー、手話通訳をお願いしてもそれはやっぱコストがかかるわけで、えー、まあ、資金的に運営,を運営資金的に資金がまあ潤沢な場合はまあできなくはないです例えば実際にウェブアクセシビリティ基盤委員会のセミナーなんかではパソコンに予約引きを付けたりしてるんですけれどもなかなかその自分たちであるセミナー特に無料のセミナーとかですね えー、そんなに入場料参加費を取れないような形でやってると、うん、普通にやっていても良くてトントンぐらいなのが、さらにちょっと足が出ちゃうみたいなこともあり、<laughs> まあそういう多分経費的な負担と、あとまあパソコン要約引きの方とかだと当然ちょっとスペースを取らなければいけなかったり、まあ、スペース的な問題なども相まってなかなかできてませんでしたと。 で今回この VD トークを使うことでえー、もうこともあろうに全て無料で使えるという <laughs> えー、このまま UD トーク、ね、お,高お高いんでしょってこのポッドキャストでも何度も青木さんに聞きましたが <laughs> な,なんと無料ですと。 こういうこと。まあ、とりあえず、えーと、経済的な負担はないということで、まあ、それとも一番非常にやる側としては、提供する側としては大きくて、<laughs> えー、一応今回はですね、えー、サブスクリーンといっても、今回はスクリーンじゃなくて壁でしたけど、サブ壁でしたね <laughs>。えー、サブ壁を使ってですね、<laughs> スライドを映す方法は、まあ、メインのプロジェクターで大きく、えー、壁に映して、で、えー、ゆりとく、 が提供するそのリアルタイムの字幕はえまあサブスクリーンの2台目のプロジェクターを使ってえやや小さめのサイズで壁に投影するようにしました。で、ああそう一応今回その UD トークは無料なんですがえあらかじめ用意したものとしてはまずとりあえずの UD トークを使って 音声認識をして文字に変換するのはスマホがあれば UD トークのアプリを落としてきてできちゃう。まあスマホ1台あれば OK ですと。で、UD トークのリアルタイム字幕をスクリーンに投影しようと思ったら当然もう1台スプロジェクターが必要になってきますので、えー、今回は弊社にて新規1台購入しましてそちらを使いました。はい ということで、えー、インフォアクシアが主催するセミナーは今後必ずリアルタイム字幕がつきます。で、えっ、ー、と、音声認識の精度を上げるという意味で、マイクも今回一応専用に買いました。で、これは、えっ、ー、と、Bluetooth で UD トークのリアルタイム字幕を文字起こしをするために使うスマホと繋ぐ形で、より はっきりと発話内容を UD トークに送れるということで、これは UD トークさんのサイトでも推奨されているものを今回、ちょっとお値段いい感じなんですが、3万円ちょっとするんですが、これも今回購入しまして、でまあ、付属の紐をつけて首からぶら下げるっていう方法もあれば、今回は、 えっと、会場のスピーカーが、よくある持ち運びができるポータブルスピーカーっていうんですかね。高さ30センチぐらい、厚み20センチぐらいのポータブルスピーカーを使っていたんですが、まあ、そのスピーカーの目の前にそのマイクを置く形で、いい感じに認識ができたので、今回そんな感じで使いました。あと、会場によっては、 えっと、マイクのケーブルを直接、ちょっとまた別売りのアダプターみたいなやつを購入する必要があるんですが、えー、マイクのラインを直接引き込んでっていう方法もあって、多分大きな会場で、えー、マイク設備とかしっかりしてるところだとそっちの方がいいっていうふうには青木さんはおっしゃってました。そうですね。あの、反響とかのことを気にしなくてよくなるので、えー、いいのと、あと、 そのアダプター自体はね、確か4、5千円ぐらいで買えるもので、えっ、ー、と、いわゆるそういう、なんて言うんでしょうね、えー、ラインを取ってきて、それをそのままライトニング端子に刺すみたいな。えー、そうですね。そういうやつです。で、これは僕も面白がってちょっと買って試してみたりしましたけど、なかなか、あの、なので、この、例えば、ポッドキャストの文字起こしとかに使えないかなってちょっと格策したりしてますね。ああ、できる気がしてきましたね。はい、多分、いや、ね、結構いけそうな雰囲気でした。はい。 で、えぇ、ー、よくある使い方としては、もちろんサブスクリーンで全員が見れるようにしてもいいですし、サブスクリーンがないっていうような場合、あるいはサブスクリーンがあるっていう場合でも、えー、と参加者のスマホで見てもらうこともできますと。いうことで、今回は、えー、まあボイスオーバーの使い方を実際にみんなもやってみるっていう趣旨だったので、そもそもスマホは、えー、使えないと。 いうことで、まあ、サブスクリーンのみでやりましたが、まあ、そうじゃない場合は、スマホで見てもらうこともできます。あと、音声認識で、まあ、リアルタイム字幕を出していくことができるっていうのに加えて、なんと、多言語翻訳もできてしまうという、とんでもない機能が、この UD トークにはついていまして、今回は日本語だけでやりましたけども、日本語と英語とかですね、えー、複数の言語と同時に、 リアルタイムで字幕にする、していくっていうこともできますと。で、今回、青木さんご自身も、これはハマったぜと言っていたのが、シアターモードというやつでして、今回のシアターモードを試しに使ってみようということで、えー、もう一台、青木さんのスマホだったと思うんですが、えー、それを横向きにしまして、えー、で、卓上三脚。 に、そのスマホを設定して、で、ちょうど横長の画面の右半分にリアルタイム字幕が、こうエンドロールのようにしたから、こう出てくる感じになるので、左半分のところに中根さんの手元、スマホを操作している、iPhone を操作している手元が見えるようなアングルを見つけて、で、全体の画面としては、 中西さんの手元が映っているんですが、えー、右半分くらいは背景にちょっと10日のグレーを敷いたような感じで、そこにリアルタイム字幕が下から上へ流れていくっていう使い方をしました。これはなかなか、えー、面白かったですね。そうですね。あの、うん、以前の、えー、と iOS の回の時は、えー、僕の PC のついてるカメラで、えー、手元を取って、 でスライドと同じプロジェクターに映すっていうのをやってたんですけど、まあ、今回もそれでやろうかなと思ってたんですけど、シアターモードでいけんじゃねっていうふうに青木さんが言い出して、えー、やってみたら結構うまくいったと。そういう感じでしたね。それから、手軽にできるんだったら、自分でも今度試してみようかなと思った皆さんに、えー、準備の仕方ということでいきますと、えー、っと、今回、 事前にやった準備としては、先ほど言ったそのプロジェクター用意したり、マイクを購入したりっていう機材を購入したのと別で、単語登録というのをやりました。で、これは、えー、っと、まあ、語変換とか、より正確な表記にするためということで、事前に使うだろうと。 登壇者が喋るだろうと、使うだろうと思われる単語については、事前に登録しておくことによって、正しい表記でリアルタイムに字幕になりますと。例えば、わかりやすい例で言うと、Web アクセシビリティ基盤委員会の、えー、通称で Wake っていうのがあるんですが、これはローマ字アルファベットの大文字で W-A-I-C と書きます。 なんですが、えー、残念ながら今のところこのウェイクというのはメジャーではありませんので普通にやると多分カタカナでウェイクとか多分どう頑張ってもらってもアルファベットの大文字で w-a-i-c とはえー字幕にはならないはずなんですがあらかじめ、えー、w-a-i-c という単語をえ登録してその読みとして 上行くってこう平穴で入れるんですけれどもそうすると,、えー、とウェイクって誰かが言うとリアルタイム字幕ではダウル a i c アルファベットの大文字四文字で表示してくれるようになるという仕組みですなので今回はスライドで使っている単語とかは、えー、ほぼ全て入れました あとは、えー、アクセシビリティ周りで、ね、使うだろう。よく使われる、語句、固有名詞、単語についても、えー、入れました。あらかじめ入れておいた、多分300超えたぐらいですかね。えあらかじめ入れておいて、入れておいたので、まあ、実際そんなに誤変換はなかったかなと。 えー、うん、アクセシビリティ的な専門用語とかも比較的スムースに字幕になっていたと思います。あともちろんアクセルっていう名前も、えー、大文字の A に小文字の CC、大文字の S に小文字で ELL という表記なんですが、えー、これも登録をしておいて、えー、読み仮名としては平仮名でアクセル 入れておいたことで、まあ、僕とか中根さんが話の中でアクセルっていうと必ず、えー、ローマ字アル,ファアルファベット表記のアクセルという、えー、字幕が出てきたというわけです。なのでまあもし皆さんお使いになる場合には事前に単語登録これは青木さんにも事前にアドバイスもらってたんですけど単語登録頑張れば頑張っただけ精度の高い字幕になるよというふうに、えー、言われていましたので、えー これは皆さんもぜひお使いになるときには、単語登録頑張ってください。そうですねで、単語登録に関しては、あのえー、っとその今の読みと表記に加えて、カテゴリーっていうのを登録できるようになっていて、でこうそのカテゴリーっていうのを同じやつをまとめて、えーえー、っとなんていうんでしょう、その有効にしたり、無効にしたりみたいな操作が、えー、サイト上でできるようになっていたりするので。 とにかく使うものをひ,、えー、とひたすら登録しておいて、アクセシビリティ関係ないときにアクセルって言ったときに、あの、カタカナでアクセルにならないのは困るみたいな、そういうこともあろうかと思うので、そういうのカテゴリーとかうまく使ってね、えー、やると、あの、ね、かなり優秀な辞書を構築できるんじゃないかなと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、会場では、 実は、えー、と、参加者の方はあまり気づいてなかったと思いますが、裏方として、その UD トークの字幕の文字に誤りがあったり、あるいは、えー、きちんと認識、音声認識で、えー、変換できなかった場合なんかに、手作業で、ノートパソコンで手作業で修正するっていうことも、え、今回やりました。 クにはそういう仕組みがあるので、えー、とうまく変換できなかったところは手作業で、手入力で直していけるというのも、えー、非常に UD トークのいいところだと思います。そうですね、あのー、今回パソコンでやってましたけど、実はもっとたくさんの人で寄ってたかって、スマホとか使っても、えー、修正、編集ができるっていうところも結構いい大きなポイントかなと思いますね。そうですねでこれについいいてはいずいず 実際に裏方として、はい、修正係をやってもらいましたけど、どうでしたかあの、慣れるまでがちょっと大変だなっていうのが、あの、ようやく筆記を普段そのお仕事でされてらっしゃる方の凄さを思い知ったというか、別にいれないんですけど、えー、お二人が喋っている時の UD トークってめちゃくちゃ早くもタイムラグがほとんどなく、どん,どん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 、あの、テキスト化されていくので、 あの、追っていくだけで大変なんですね、文字を。で、そこで、あの、間違った語変換を直すときには、えー、何言ってたっけっていうのを思い出しながら 2> <laughs>、2秒前、3秒前、5秒前の話を思い出しながら、あの、変換していくので、あの、もう一人、えー、一緒にやってましたけど、二人、脳トレをしてるみたいだねっていうのがあったんで、少しそこのだけのポイントがあったなっていう気がしました。そうですね。 なんでまあ、えー、多少ここは慣れが必要かもしれませんが、まあ先ほどの単語登録をしっかり事前に準備しておくことで、その裏方の労力も減らすことができますし、裏方の人はまあ、多少最初は慣れるまで時間と経験を要するかもしれませんが、まあでもどうですかね、今回、うん、自分の前説が終わって で、中根さんがやってる間見てましたけど、制度としては多分8割9割ぐらい結構いい感じだったんじゃないかなと。うん、なので、はい、音声を聞くことができなかったとしても、セミナーの内容は多分8割9割はカバーできたんじゃなかろうかと、えー、思いました。まあ ボイスオーバー喋ってる音声とか当然なかなかうまく拾えないので、ちょっと分だったとは思いますが、まあそこは、ちょっと、ね、<laughs> 差し引いてもですね。うん、はい。<わ>まあ今まで、であの、僕自身、その、最初にも言ったように、聴覚障害のある人に、まあ芝通訳なり、えー、PC 予約筆記による字幕を提供できない っていうことの、まあ、えー、何でしょう。それが、いうことがあったので、比較的スライドには文字を多めに入れていたんですが、まあ、たまに文字多いですねって言われることもあったんですけど、えー、いや、ちゃんとそれには理由がありまして、っていうことなんですが、もしかすると今後はそこはあまり気にしなくても良くなるのかなと思ったり、思わなかったり、 ラジバンダリと。いうところですね。まあでも、えっ、ー、と、今回初めて使ってリハーサルも特にやらず、もちろん、えー、UD トークの青木さんが駆けつけてくださったからというのが大きかったとは思いますが、そんなに準備に手間取ることもなかったので、まあ、今度福岡と札幌で、えー、インフォワクシャのセミナーをやるんですが、えー、青木さん,んーがいない 状態でどこまでスムーズにできるか、うん、頑張ります。はい、あの編集実際にやってみて、こうどれぐらいの頻度で修正とかしなきゃいけない感じでした。うどうですかね。どのくらいだろう。頻度としてはどうだろう。うん感覚的には100文字流れたら一。 箇所か2箇所あるぐらいかなりいいですね。まあ当然そのパートとか時間帯とか内容とかにもよるんですけど、大体、うん、あのその修正する画面ってこう UD トークが変換した文字が大体10文字か15文字ぐらいずつこうぶつ切りでこう刻んで出てくるんですけど、それが 10個出てきたら、そのうちの1箇所か2箇所かま、まあ2、3箇所かを直すっていう感じだったよね、そうですね。うん。まああとはどこまでこまめに拾うかっていうさじ加減もあるんですけど、まあそれはそうですね。そうですね。いやいや、もう脳保湿する、脳保湿する。あります。あとはなんか、あ,<れ>あとはもうあの、 同じことを2回言ったから消しとけ、みたいな感じとかありましたけどね。なかったことにしとけ、みたいなね。<laughs> なかったことにしとこうって言って <laughs>。っていうのはありましたね。まあ、あのー、さっきね、ちょっとキーワードとしてようやく筆記っていうのが出てきましたけど、ようやく筆記っていうのは本当に要約しているので、えー、全体の、まあ、どうなんでしょうね。半分は、えー、文字化されてないっていう風なのが俗説としてあるようですけれども。<laughs> ん、ね、そ,それに加えて、まあ、 比べて考えると、こちらはまあ、かなりほぼ100%文字化されてるわけだから、だいぶ違いますよ,、ね、ようやく筆記も、た人によるんだと思うんですけど、えー、っと、僕が今まで立ち会ってきた、そのアクセシビティ基盤委員会のセミナーとかって、いつもお願いしている方たちは、ほぼほぼ、一期一句、そのまま書き起こしてくだれてる感じでしたね。 それがそれが驚異的でもあるんですけどまあ驚的ですね<ー>それはねしかも<ー>普通のノート PC でやってらっしゃるのでそれはすご,いにすごいなという感じなんですが<ー>はい、はい、まあでも今後はこの u g トークのような音声認識技術を使ったものにどんどん置き換わっていくのかなというん<ー>そんな感じはしますね まあ何よりもその専門の業者さんとかにお願いしなくても、自分たちでちょっと頑張ればできちゃうっていうのが、すごく、ロ d トークのいいところかなと思いましたそうですね、もちろんね、まだ、えー、と完璧ではない部分はあって、例えばその会場の様子をちゃんと伝えるとか、そういうところって結局、人がやらないと無理だったりするところもあるので、えーと、これでもう万事解決っていうわけではないとは思うんですけれども、かなりね、あの状況としては。 改善でできるっていいう,うには思いますよねでちなみにさっきのシアターモードはなもともとはあの手話通訳を同時にえ画面に出すっていうことを意識して作られたものらしいですね。で、うん、あのー、ちょっとさ,さっきの植木さんの最初の方にもありましたけれども。 えー、手話通訳と PC 用訳筆記。まあ、今回であれば、えー、UD トークによるリアルタイムキャプショニングですね。えー、っと、これの両方を、まあ、提供するのが、やはりベストだと言われていて、あのー、いや、結構よくある勘違いが、どちらか片方出せばいいんでしょっていう、そういう感じで受け止めてる方多いんですけれども、 えっと、先天的に聞こえない方の場合は、これ、ちょうど前回のポッドキャストでお話ししましたけど、先天的に聞こえない方の場合は、文字からよりも手話から、情報を得る方が、まあ、より理解が深まるっていうことがある一方で、後天的に聞こえなくなった方の場合は、手話よりも文字の方が慣れてるっていう方がいらっしゃったりするわけで、まあ、あの、もちろん両方とも問題ないって人もいるんですけれども、そうなってくると、あのー、 ユーザーに合わせてより適切な方を提供できるのがベストだし、で、えっ、ー、と、複数の聴覚障害の、えー、参加者がいる場合には、えー、当然両方あるのがやはりベストだろうというようなこともあるので、あのー、まあ、手話通訳の方はね、まだその機械的に音声認識から変換するみたいなことが難しいですけれども、現時点では。えっ、ー、と、そう、そういったことも一応考えて UD トークっていうのは作られているっていうことで、結構それ、それもすごいなと思いましたけれどもね。 で、あとね、そうそうあのー、さっき経済的とあとスペース的っていう話もありましたけど、あの、手配するのが結構その、仮にお金があっても、あの、ある程度こう、なんて言うんでしょう。事前に手配しないと、通訳者とか要約筆記者を確保できないっていことがあったりして、で、聴覚障害のある参加者からが、がいるっていうことが分かってれば、もう当然やればいいんですけど、いるかどうか分かんない状態でやるっていうのは、これは結構本当にお金がないとできないことなので、 それに比べると UD トークの場合はもうとりあえずやるって、UD トーク使いますって言い切っちゃうっていう。で、えー、っと、そうすると、何て言うんでしょうねあの、聴覚障害がある人が興味あるけどどうせ言っても分かんないしなっていう風に思わなくて済むっていう意味で、ハードルをすごく下げるっていうことがあると思うので、まあ、これもね、確か青木さんゲストの会の時にちょっとお話ししたような記憶がうっすらありますけれども。 まあそういった意味ですごくやっぱり、あのー、実際今回使ってみて、まあ、精度も良かったっていうことだし、えー、積極的に活用していった方がいいものだなっていう感じはしましたね。あと、えっ、ー、と、思い出したんですけど、その、えっ、ー、と、同時に後ろで修正をしていく作業の時に、青木さんが、あの、修正作業は、この回をそのやって、その、字幕を出してる回のことを、内容とかを知っている人がやると、 精度が高いっておっしゃってておししゃまた、あ、もちろんそうですよその状況とか知ってる単語が多いので修正も早くなりますしあの皆さんも割とストレスなく進められるのであの修正作業のスタッフさんは知っているその状況を知っている人を、えー、使うといいよってこともアドバイスもらいましたまあこれその辺りは多分その通訳とかいわゆるその言,語語言語の通訳とかでもそうだしあのー、うん。 要約機器とか手話通,通訳とかでも、やっぱりその、えー、と IT に詳しい人とか、そういう感じであの結構手配していただくことが多かったりするので、まあそ、その部分はそういう意味では同じかもしれないですね。<ー>はいという感じで、まあ、結構ね、初めての試みだったわけですけれども、えー、と修正の作業とかでちょっと人を貼り付けなきゃいけないっていうところはあるにしても、そういうことをしてもらう前提で、ちょっとえっ、ー、と。 参加してもらうんだけど、ええー、まあ、有料のイベントの場合だったら少しお安くするとか、なんかいろんな手はありそうな気がするので、普通に情報保障を従来のやり方で整えようとするよりは、かなりハードルは、主催者としてのハードルは低そうな感じがしますね。非常にですね、やりやすかったですね。うん、<laughs> えっと、もう一度じゃあ植木さん教えてほしいのが、そのアプリから、えー、スクリーンを映してとかっていう最初の設定は、 割と簡単そうにできるって感じでした。あの、ソセッティングの時に、あの、別のことをしていたので、状況がわからなかったんですけど。あ、そうですね。えっ、ー、と、もう一つ UD コネクトっていうアプリを落としてきて、で、えっ、ー、と、あとそうだ。あの、QR コードを作ることができるので、その QR コードを読み取ると、スマホとかタブレットで手軽にその、えー、リアルタイム字幕、 を見ることができるようになるっていう仕組みなんですが、この辺については、UD トークさんのサイトに、イベント開催時のマニュアルというのが出ていますので、この手順を参考にしながら準備していくと、えー、ほぼ難なくできちゃうと思いますので、これは、えー、ポッドキャストのページにリンクを貼っておくようにしましょう。はい。 あの、この QR コードに関して言うと、同じ QR コードを複数の、えー、端末で読み取ると、まあ、同じセッションに参加したみたいな状態になって、で、同じセッションに参加している端末には、まあ、同じ字幕が全部表示できるっていう、あと、まあ、あの、設定の仕方によ,りよるんですけれども、えー、と、そのセッションに参加している人が同時に、まあ、その、認識した結果を編集するとかってこともできるので、さっき言ったみたいに、寄ってたかってみんなで編集するみたいなことも、えー、この QR コードの仕組みを使うとできるようになるっていうことですね。 そうです、ね、えっ、ー、と、閲覧のみとか、編集許可とか、はい、いくつか権限を、ね、振り分けることができるので、えー、使い方によって、QR コードを生成し分けると、またいろんな使い方ができると思います。そうですね。であと、複数台使うっていうことでいうと、今回はまあ僕か植木さんのどっちかが基本的には1人で喋ってる感じだったので、えー、とそういう使い方しなかったんですけれども、複数台同時に認識させるっていうことも。 できたりして、そうするとですね、えー、例えば、僕の iPhone で僕が喋ると、なんか中根ってついた後に僕の発話内容が全部、えー、認識されたのが、えー、入力されて、で、植木さんの、えー、スマホで植木さんが喋ると植木って出た後に、えー、その文字が出る,出るっていうのが、その同じセッションの中でできたりするっていう、そういう実は使い方もできるようになっているようなので、 なんか、座談会みたいなものとかもね、えっ、ー、と、複数のスマホと、あとまあ、えー、状況が許せばさっき言ってたそのちょっといいマイク用意できると、結構簡単にこれも認識して字幕化できるっていうことで、まあよく考えられて作、作ってあるなっていうのがまあ率直な印象ですよね。まあ、とっても便利。うん、でもその機能を使うと、お高いんでしょう実はね、無料なんですって。ええー まあ、あの、誤解がないように言っておくと、えっ、ー、と、無料で全機能は使えて、えっ、ー、と、なんだっけ、200いくらでしたっけ<ー>、えー、途中で切れないように。そう,そうそうそう。時間制限、無制限で使えるっていう。そうそう,そうちょっと正確な数字、ね、金額覚えてないですけど、月額、えー、200いくらだったと思いますけれども、えー、の、まあ、アプリ内課金をすると、その、えっ、ー、と、途中で認識が止まることなく、えー、使えるという。 UD トークは、時間内で一回止まるんですね。そうです、30分で止まりますね。なるほど。はい。それを、まあ、で、まあ、青木さんに言わせれば、別に30分経った時に即座にもう一回あの、再開のボタンを押せば、別にあの課金しなくていいですよって言ってましたけどね。まあ、それ意外と忘れがちなので、<laughs> そういうのって。なので、まあ、あのよく使う場合はねあのそ、それぐらいの課金は惜しまずにっていう感じがしますけれどもね。月々240円です。あ、だそうです。 ええと、というわけで、まあ今回は初めての試みとしてやってみて、まああの、知ってる機能も知らない機能もいろいろ活用したっていう感じですけど、で、まあ僕自身はね、多分これあんまりこれからすぐに何か、えー、活用する場面っていうのは訪れないような気がしなくもないんですが、植木さんさっきちょっとその、えー、今後セミナーでは積極的に使っていきたいっていうような話されてましたけど、はい。えーっと、だいぶ今回ので、その実際に使うイメージとか湧いた感じですか そうですね。えー、で今回あの、アクセルミートアップではできなかったこととして、その参加している皆さんが自分の手元で自分のスマホでその字幕を、えー、見ることができるっていうのを今回は、ね、試すことができなかったので、次回は、えー、事前に QR コードを用意して、それを、まあ、受付で 参加者の皆さんにお配りするなどをして、で、えー、もし手元で見てみたいっていう人がいれば、スマホで UD トークアプリをダウンロードしてもらって、その QR コードを読み取ることで、手元で、自分の手元でも字幕を置くことができますよ、と。なんならちょっと、イケとして聞き逃したところを前の方に戻って、 確認することもできますよ、みたいな、えー、ことを前。<転>あれは、あの時の祭典か、神戸で去年の5月に開かれたアクセシビリティの祭典の時に参加してた人の、まあ、感想で、すごい、前に戻って確認することもできちゃう、みたいなコメントがあったので、次回、この2月に2回ぐらいセミナーをやりますが、福岡と札幌でやる時には、えー、QR コードを配って、 参加してる皆さんが自分の手元で見れるっていうのもちょっと体験してもらえたらなと思っておりますそうですね、あとの QR コードって結構その遠くからも映せたりするからスライドのあの隅っことかに出しといた方がいいかもしれないですね、意外とね <laughs> そう、一応えっと2月にうちがやるセミナーはプロジェクターを持っていってえー、ミートアップの時と同じようにダブルスクリーン状態でなるほど。 お見舞いしてみようと思ってますが、<ー>今、自分で言ってて、プロジェクターを入れましたけど、スクリーンが,が。と <laughs> いう、重 <laughs> 大な事実に聞きました <laughs> そうなんですよね。今回の,あのミートアップの会場は、あの、白い壁に映すってやつだったので、スクリーンがいらなかったんですよね。<laughs> まあ、我々、政府としましては、なるべくどうにかなるよう。<laughs> <laughs> 極めて迅速かつ前向きに対応策を考えてまいりたいと思っております。福岡は私の地元ですから何とかいたします。<laughs> そして札幌の皆さんにも同じように札幌までは時間がありますので、まずは福岡。<laughs> あと1週間。<laughs> あと1週間。<laughs> 私のメンツにかけて何とかいたします。 まあでもあの最悪の場合でもね、本当、手元で見るっていうオプションがあるわけだから、あのー、そこはすごく楽ですよね、もうあのバックアップがあるっていう意味で,うで、ね、うん結構大きいですよね、ねこれは。やっぱりプロジェクターとスクリーンをもうワンセット用意するっていうのは、それこそ、あのー、主催する側からすると、当然、経費にのしかかってくるんですけど。 QR コードを使って、皆さんの手元のスマホでっていう風にやることができると、はい、そんなメリットも、主催者側にはあったりしますそうですね、まあ,あの、プロジェクターはなんとかなっても、スクリーンはね、もう物理的に無理っていう場合もありますからね、やっぱりね。そうなんですよね、会場の作りとかでね。うん、はいという、まあ、今回はね、そんなわけで、えー、ミートアップを振り返りと言いつつ、えー、UD トークや、使ってみたぜっていうお話でした。 ということで、あのー、引き続き、えー、今回ご参加くださった方からのご感想ですとかご質問ですとかもお待ちしておりますし、今後こんな企画をやってほしい。えー、こういう企画だったら出たいな、みたいな。そんなご意見とかもあればぜひお寄せいただければというふうに思います。ということで本日のポッドキャストは以上です。はい、どうもありがとうございます。また次回です。またねー。さよならー。スクリーン。スクリーン。<laughs> <laughs> <laughs> このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスはフィードバックア a トアクセルドットネットフィードバックアットクトネットですなお頂い,いたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回今自分で言っててプロジェクターを買いましたけどスクリーンが <laughs> と <laughs> いう大な、ね、<laughs> <き>ましたそうなんですよね。今回の,あのミートアップの会場。